初めて撮られた SCP-172 の X 線写真。アイテム番号、SCP-172。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-172 との接触を希望する職員は誰であれ書面での承認を得、1時間の訓練セッションを受けなければなりません。SCP-172 とのやりとりは少なくとも1人のクラス4工作員が監督しなくてはならず、監督者は自らの裁量でセッションを終了させて構いません。SCP-172 が算出したレコード、手紙はどれもすぐに評価のために、博士に回してください。SCP-172 が理にかなった要求をした場合には、博士の承認を得た後に許諾してください。SCP-172 には承認があれば収容エリア外に出ることが許されていますが、これは武装したクラス4工作員が同伴する場合に限ります。武装した職員が SCP-172 のドアのところに駐在してください。SCP-172 が脱走を試みるようなことがあった場合には、まずは立ち止まって思いとどまるようにそれから収容エリアに連れ戻してください。収容エリアには紙、鉛筆、その他 SCP-172 が要求した素材なら何でも、ストックが切れずにあるようにしてください。テーブル、椅子、その他 SCP-172 が要求した家具なら何でも、博士の承認を待ってから供給してください。SCP-172 が休眠状態に入ったら、巻き直しの間はそれの輸送箱内に位置させるものとします。説明。SCP-172 は見た目は人間であり、年齢は34歳、身長185cm、髪と口ひげは黒く、体重 175.5kg のロシア系です。SCP-172 の性格はとても友好的で知的なものです。幾分不活発でくどいところはありますが。SCP-172 は1860年代の衣装が好みで、大きく鍵中鍵のついた長いネックレスを常に着用しています。SCP-172 は自らをどんな名前で呼び示したこともなく、割り当てられた番号で呼ばれても平然としています。内部的には、SCP-172 は気の遠くなるほど複雑な自動機械であり、200万を超える可動部分を持ち、最終的に1800万の構成要素が数え上げられました。構成部品はガラス、絹、木、鋼、真鍮、ゴム、その他いくつかの物質でできているようです。この構造と SCP-2776 の構造の類似性は、それらの制作者、たち、が同じである可能性を示唆しています。また、SCP-172 には腰のハッチから据え付けられる、モジュール、がいくつかあります。どうやらこれらは、太鼓内での位置とモジュールの構成要素に基づいて、その振る舞い、語り口、動き方、その他いくつかのパラメータを変更するものであるようです。SCP-172 のモジュールは現在46個が数えられており、そのうち3つは財団の保護下にある間に作られました。現在、SCP-172 は、技術者、モジュールを搭載しています。SCP-172 は、万人、兵士、衛生兵、母親、そして、王、といったモジュールを識別していますが、とはいえこれだけは包括的なリストというには十分なものではありません。文書、172、2、3章。いかなる環境下でもレベルを認可がなければモジュールを入れ替えてはいけません。SCP-172 の動力源は主にゼンマイで、これは SCP-172 が持っている鍵を首の付け根にある穴に挿入して巻き上げられます。SCP-172 は一度完全に巻き上げれば8時間の動作が可能です。SCP-172 は動作中には完全に人間に見え、人間の基本的な機能すべてをこなす能力を持っています。SCP-172 は食べたり、呼吸したり、眠ったりする必要はありませんが、そうしていいならこれらの機能すべてを遂行します。SCP-172 は極めて従順で、与えられたどんな指示にも全力を持って従うでしょう。SCP-172 は自分の存在を奇妙なものとは見ておらず、自分の内部構成要素を見せられた時ですら自分は人間だと断言します。SCP-172 はまた極めてデリケートで、その機能を維持管理するためには大いに手入れが必要です。また、SCP-172 は奇跡的と呼ぶに不足するところのない水準の機械工作技術を示しました。この能力が最初に示されたのは、どんな種類の鍵でも SCP-172 を収容することができないと明らかになった時のことです。
また SCP 技術のいくつかの複製や、上級、バージョンを作りもしましたが、それらはどれも驚異的な複雑さの機械仕掛けを元にしたものです。最も特筆すべきは、データ削除済み。文書、172、4R、SCP-172 回収についての覚書。SCP-172 が回収されたのは第一次世界大戦の後のことで、元は皇帝の別荘であった建物の地下室の中にありました。誤爆にさらされたため、その地下室も中にあったものもひどく損傷していたのですが、SCP-172 は鉄製の枠箱の中で不活性状態にあるところを多数の、モジュール、や鍵と一緒に発見されました。この物品を工作員たちが持ち出し、テスト施設内で、巻き上げ、ました。SCP-172 は深い眠りから目覚めたといった様子で、続けてその場にいた一同にロシア語で挨拶をしました。エージェントが驚きに悲鳴を上げると、SCP-172 は自分の腰を押し、そして今度は英語で挨拶を繰り返しました。SCP-172 は、尋ねられて、最後の記憶は少年と遊んでいたものだ、と陳述しました。少年が去り、SCP-172 は、とても疲れた、と感じ始め、それで自分の箱に戻りました。作られた時のこと、制作者のこと、自分の名前については何の記憶もありませんでした。